はい、今回はスクワットシューズロマネウス 3XD とデッドリフトシューズのレビューと、あとスクワットとデッドリフトに最適なシューズの紹介の動画です。はい、まずスクワットシューズっていうのは、こういうロマネウスみたいにかかとが上がってるシューズですね。つま先よりもかかとが上がっているシューズになります。で、これを履くと何が変わるのかっていうと、まずは足首の柔軟性に問題がある人、足首が硬くて膝が前に出ないような人はこれを履くと深くしゃがめるようになります。足首が硬くて膝が前に出ないと深くしゃがむことができないので、すねの前ら辺、横から前にかけてすごく張ってる感じがある人は、こういうスクワットシューズを履くとすごくしゃがみやすくなります。あとスクワットシューズを履くことによって、スクワットに有利な体型というか、スクワットがしやすい体型を少しだけ作ることができます。こうスクワットに有利な体型っていうのは、体全体に対して上半身が長くて、大腿骨、膝から上の足の骨が短いことになります。スクワットは膝から上のこう大腿骨を主に動かすので、この部分が短ければ短いほどモーメントアームが短くなって、より高重量は使えるので、大腿骨が短いことがすごくスクワットには大事になります。逆に大腿骨が長い人っていうのは、スクワットですごく前傾、前に倒れないといけなくなってしまうので、どうしても腰が痛かったり高重量は使いにくくなってしまいます。で、かかとが高いと、足の長さの中で相対的に膝から下長くなって、大腿骨が少しだけ短くなります。で、膝から下が少し長くなるのに対して、膝から上は変わらないので、スクワットシューズを履くと大腿骨が長い人は比較的少しだけですけど上半身を立ててしゃがみやすくはなります。詳しくここで説明するとすごく長くなっちゃうので、リンクにカイさんのブログ、カイマッスルさんのブログを貼っておくので、そちらをご覧ください。そこまでこう必須なものではないんですが、スクワットを特に快適にしたいという場合はこっちを使ってみるといいかもしれません。前も言ったんですが、普通の靴、こういうフラットな靴にプレートを挟んでみて、かかとを高くしてスクワットをしてみてしゃがみやすければ、こういうのを買ってもいいのかなと思います。こちらのロマネウス 3XD のレビューですが、まずサイズ感です。サイズ感はこれ 28cm で、僕ナイキのスニーカーはだいたい 28cm なので同じぐらいです。で、履き心地もだいたいスニーカーと一緒か若干小さく感じるかなっていう感じです。最初これを履いた時はいつものスニーカーの感じよりもちょっとちっちゃいかなと思ったんですけど、使ってるうちに少しだけこう馴染んできて、ここは伸びてくれるので、使ってもう2週間ぐらい経ったらいい感じのフィット感にはなりました。なので、サイズ感はその普段使ってるナイキのシューズと同じぐらいでいいのかなと思います。ただ僕は足の広さ、この足の甲の広さっていうのが普通なんですが、足の広さがちょっと広い人はちょっときついかもしれません。狭く作ってるわけではないんですけど、広く作ってるわけでもないので、特にここは広い人はちょっとワンサイズ大きくするといいかなっていう感じです。これロマネウス 3XD っていうモデルなんですが、ロマネウスシリーズはロマネウス2がすごく好評で、その後継でロマネウス3はこれの1個前ですは、すごく評判が悪かったんですよ。なんでかっていうと、こう3でこう軽量化をしようとして、ここの底が取れちゃったり、この終端が薄くてこうベロベロになって破れやすかったりするっていう問題点があったらしくて、評判がすごく悪かったんです。酷評されてました。もうこんな脆いスクワットシューズだみたいな。で、海外で言われてたんですけど、それを XD で修正した、アップデートしたようなモデルになります。なので、ここも剥がれたっていう報告は海外でのレビューでは見ませんし、ここの終端もすごく厚くなってます。で、僕がこの触って使ってみた感じ、全然壊れる気配もないので、脆いという印象を受けます。ただ、3より重くなってるとは思います。持った感じはそんなに軽い感じもしないので、軽くはないですけど、僕はすごくこの XD いいんじゃないかなと思います。で、僕、結構スクワットシューズ持ってるので、他のスクワットシューズとの比較をしていきます。まず、これの1個前に使ってたアディダスパワーリフトとの比較です。アディダスパワーリフトは、かかとが低いです。確かこちらが15ミリぐらいかな。15ミリぐらいでロマネウスが20ミリ超えてるので少し高いんですよ。パワーリフトはあんまり高くないシューズです。で、キャンバス地、カバンとかでよく使われてるキャンバス地なので、こう柔らかい感じですね。で、ロマネウス 3XD の方は革出てきて、合皮でしょうけど革出てきてるので結構しっかりした作りになってます。で、ロマネウス 3XD は土踏まずのところがしっかりと盛り上がってます。インソールを出してみるとこういう風に土踏まずのところからしっかり盛り上がってくれてます。アディダスのパワーリフトはそれに比べてややフラットな感じになります。フラットシューズに近いような感じにはなってます。運動靴っぽくない感じです。なのでアディダスパワーリフトはリフティングシューズとこういうフラットシューズの中間みたいな感じですね。で、そこの硬さなんですが、ナイキのロマネウス XT はすごく硬いです。
最初買って歩いても曲がらないぐらい硬かったんですが、アディダスのパワーリフトは割と柔らかいです。普通の靴に近いような、スニーカーに近いような感じですね。なのでアディダスのパワーリフトは少しだけかかとが高いスニーカーみたいな感じなんですよ。で、まあ、一応そこもスニーカーよりはクッション性がないかなっていう感じで、こうあんまりリフティングシューズっぽくないのがアディダスのパワーリフトです。僕はこっちの方がすごくしゃがみやすかったです。かかとが高くて作りがしっかりしててホールド感があって土踏まずが硬いアディダスじゃないロマネオス 3XD の方が僕はしゃがみやすかったです、はい、でレガシーリフターもどっちかっていうとこっち寄りの、レガシーリフターもこう革でできててかかとがこれすごく高いです。で土踏まずの部分もすごくしっかり高くしてやってっていう感じになります。でこのレガシーリフターはこのロマネウス 3XD の前々モデルからロマネウス2を研究して作られたっぽいので、ロマネウス2が好きな人で新しく買おうと思ってる人はレガシーリフターの方がいいらしいです。僕もロマネウス2は持ってないんですけど、パワーリフターの方がそうおっしゃってました。なのでこれとこれはでも割と近いですね。ロマネウス 3XD もロマネウス2の後継モデルではあるので、まあ、ロマネウス2に近いですし、こっちも近い、なんかちょっと似てるんですよこの2つは、まあ、なのでこれとこっちは僕が履いてみた感じそこまで違いはないので、見た目とか入手のしやすさとかで選ぶのがいいかなと思います。僕が一番最初に買ったスクワットシューズイノベイトですね。イノベイトのファストリフト、これは335というモデルです。これもかかとが結構高めで合皮なんですけど、ちょっと柔らかい合皮感じですね。ロマネウスとアディダスパワーリフトの中間ぐらいの感じです。こっちに行けば行くほどスニーカーっぽいで、こっちに行けば行くほどゴリゴリのリフティングシューズで、こっちに行けば行くほどスニーカーっぽいような感じになります。なのでこうかかとが高くてこうしっかりホールド感があって土踏まずもしっかり高くなっててっていうモデルがいい人は、まあ、レガシーリフターとかロマネウス 3XD を買うといいかなと思います。で、まあ、スクワットシューズを履いてみたいけどあんまり高いのはちょっとしゃがみにくいとか、フラットシューズから移行したいっていう人はこっちのアディダスパワーリフトの方がいいかなっていう感想ですね。その中間がイノベイト、なんかこれいい悪いがないので本当に好みですね。レビューしにくいんですよね、どれがいいっていうのは本当に多分好みだと思うので、僕は全部履いてみた感じこれが一番、まあ、好きでした。個人的にはこれが一番好きです。この辺は本当に好みですね。足首の硬さとかその人の体型に合わせて、まあ、好きなものを買ってもらえばいいかなと思います。こういうリフティングシューズをベンチプレスで使うときに注意してほしいのは、このレガシーリフターとロマネウス、まあ、イノベイトも結構カーペットの上で滑るんですよね。滑るんですけど、このアディダスのパワーリフトはこっちに比べたら比較的滑らないです。なのでベンチプレスでリフティングシューズを使いたいっていう人はこっちのアディダスのパワーリフトがいいかなと思うんですけど、これはあんまりかかとが高くないので、まあ、微妙な迷うところなんですよ。なので、まあ、その辺はトレードオフということで判断材料にしてもらえればいいかなと思います。総論から言うと僕はこっちよりもこっちの方がしゃがみやすいですし、物として見た時もこっちちょっと、まあ、値段なりって感じですね。1万ちょっとで買えるので値段なりっていう作りなんですけど、やっぱりこっちはもう2万円するので、これなりに見た目とか作りもしっかりしてます。で一番ごついのがレガシーリフターです。これはもうすごく重たいです。こんな感じでリングシューズの企画レビューでした。で今のレビューはあくまで僕の個人的なレビューなので、エアーリフトのパワーリフターも結構皆さん履いてるシューズは違くて好みがあったりするので、まあ、実際履いてみて比べるのが一番いいですけど、履いてなんかなかなかないので、これはまあもう最終的にはもう買ってみて履いてみてダメだったらすぐなんか売るみたいなことを繰り返していけばいいのが見つかるんじゃないかなと思います。で次は最近デッドリフトシューズとして使っているナイキスピードスイープ、まあ、レスリングシューズのレビューです。最近こちらのレスリングシューズ、ナイキのレスリングシューズをデッドリフトシューズとして使ってます。でこのシューズの特徴としてはレスリングシューズの中でもすごく底が薄いことです。なおかつこうグリップがある、でさらにこの通気性もいいんですよ。なのですごく気に入ってます。最近スモーデッドリフトもやり始めたので、斜めに対する横に対するグリップっていうのも大事になるんですけど、これすっごいグリップあります。非常にやりやすいです。でこれも中敷き取ってやるんですけど、中敷きを取るともう本当に底がめちゃめちゃ薄いので地面を感じることができます。こう指で掴んでる感覚っていうのが若干あるぐらい薄いです。なのでこうボディービルの足取るとこにもいいのかなと思います。で値段も7000円か8000円の間ぐらいで買えるので、まあ、レスリングシューズにしては安めなのもすごくおすすめなポイントですね。でサイズ感なんですけど、これも28センチです。作りがかなり小さめです。1センチぐらい小さめの作りです。僕ナイキのスニーカーも28センチで、リフティングシューズも28センチでちょうど良かったんですが、スピードスイープは28センチで相当小さいです。なんですが中敷きを取ってしまうとちょうど良くなりました。
なので中敷きを取らない場合は1センチぐらいを大きめを買ってもらうのがいいかなと思います。中敷きを取ってしまう場合は、いつものサイズ、ナイキの履いているシューズのサイズでちょうどいい感じになるかなと思います。これのデメリットとしては足首まであるハイカットなのですごい着脱がめんどくさいです。それはすごくデメリットですね。これはもう仕方ないんですが、それ以外はすごくいいです。グリップもあるし、薄いし、通気性もあるし。今までデッドリフトではスケートボードシューズを使ってたんですが、これよりもやっぱ軽さもありますし、底も薄いし、グリップもやっぱこっちの方があるかなっていう感じます。たまにこう底の厚い靴とかランニングシューズ、クッション性のあるランニングシューズとか、エアマックスとかでデッドリフトされてる方いらっしゃるんですが、より高い力を引かなきゃいけなくなるので、こう柔軟性も必要になりますし、重量も少し落ちてしまいます。それでもいいってことは全然いいんですけど、そういう場合はちょっと抜いた方がやりやすいかなと思います。でこういう底の靴、薄い靴を履かれた方がいいかなと思います。まとめると、トレーニング初心者とか、始めたばっかりの特にこうスクワットとかデッドリフトにそこまでこだわりがないっていう人は、こういうメタコンが、スクワットもデッドリフトもできて、普通のトレーニングもしやすくて有酸素運動とかもしやすいのでいいかなと思います。室内用の普通の運動靴っていうのがいいかなと思います。適度にそこが硬くて、走ることもできるという点ですごくかなと思います。で、よりこうビッグ3にこだわってやりたいと、ビッグ3をやるスクワットとかデッドリフトをやる上で、もう少しかかとがいい、硬い方がいいなとか、ここは硬い方がいいなとか、ここは薄い方がいいなってなったら、こういうスクワットシューズとかデッドリフトシューズを買うといいかなと思います。参考になれば幸いです、はい。で今回はロマレウス 3XD のレビューと、スピードスイープのレビューと、あとスクワットとデッドリフトに最適なシューズの動画でした。